はい皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。2本目です。仕事行かれる方は、いってらっしゃい。仕事から帰ってきた方お疲れ様です。お休みの方はゆっくりできたでしょうか。えーね、この独り言も、まあね、昔、みやびと一緒に語り動画って言って、ね、毎日、昔じゃないですね。ちょっと前までは。体調崩すまでは、1日2本。 最低2本で1本目がレビューで2本目が語りっていうのをずっと続けてたんですが亡くなって独り言動画になっ動画じゃないですけどねまあ僕の写真出してますけどまあビジネス系も語ってほしいみたいな声がね多いのでえそっちも語らなきゃなと思って今日はまあ成功する秘訣というかもう原則 もうこれは絶対にやってないと何やっても成功しませんよってことなんですがえー、裏を見ましょうということですね、まあ、自分が憧れてる人でも目標としてる人でもいいんですけどその人の裏を見れる人になりましょうと、まあ、何かっていうじゃあ例えば大谷君とても活躍しておりますっていうかもう世界で ユニコーンと呼ばれる唯一の存在になって750億円で FA 移籍とか騒がれてますが、まあ、あんな風になりたいと本気で思った時に大谷君についてテレビでやってることとかネットで見れることとかを見て真似する人は成功できないですね。 大谷君が今ああやって試合で投げて、勝って、打って、勝って、ホームランを取ってっていうのを見てるだけではダメなんです。でも裏を見るって、まあ、努力して大谷君の関係者とか、取材している記者の人とか、 まあその人もブログでも何でもいいんですけど探して本人と会えないなら大谷くんのリアルで周りにいる人たちのブログとか発する情報から想像していくしかないんですがあとダルビッシュくんとかがね大谷くんについて喋ってくれたりもしてますけれども裏というのは彼が試合以外の時 何をしているのかそこに注目してそこが分かったら真似しないとってとこですね。なので大谷君が試合以外で普段どんなトレーニングをしているのかとかどんな食事をとっているのかとかどんなルーティーンなのかとか何時間寝てるのかとか寝てる時使っている マットレスは何なのか枕は何なのか布団は何なのかそういうとこまでもう必死に調べて研究分析して自分で実行していかないと大谷君には近づけませんよなれませんよってことなんですけどまあそれはね別にスポーツで例えましたけど例えばじゃあ YouTube YouTube でるくんでもヒカキンさんでもいいですけども、えー、バズってずっとトップにいる YouTuber さんがいます。じゃあなんで彼らはトップでいられるのかの裏を徹底的に情報収集して分析してで自分なりのやり方に落とし込んでやらなかったら。 彼らのよようなななトップユーーーチュバにはなれないんですよねただ彼らが出している動画とか1日毎日更新してるから毎日更新しようとかあの何秒に1回効果音が入ってるから効果音入れようとかオープニングに例えば「あのヒカキンさんならブンブンハロー YouTube」って決めを入れて始まるとか。 あの光くんだったら「でも皆さんこんにちは光ですから」みたいな始まりをやるとかそういうのは真似しなくていいんです。2番戦時になるんで自分のオリジナルを考えないと。結局ね YouTube ってパクリの文化なんでバズったものを真似していくので似たような動画だらけになっちゃうのでじゃあ どうするかを実はヒカキンさんとか特に光くんは常に分析情報収集していてさらに視聴者のコメントも全部チェックしてて視聴者が何を望んでるのか何をやれば楽しんでもらえるのかとかも全部考えて常に自分が真似される側オリジナルでいる努力を裏でずっと続けてるので。 トップでで、いられるわけでまあそういうのをね YouTube でもそうですけど仕事にしてもじゃあ仕事をトップ営業のやつが同期にいますってなった時にじゃあそのトップ営業の同期は何をしてるのか裏で何をしてるのか。 見えない仕事の結果とか職場で見えない裏の時に何をしてるのかをちゃんと見て,ってか見抜ける人にならないと成功はないですねというとにかく裏側表を真似するんじゃなくて裏を真似するようにならないと。 その人を超えられるさらに、まあ、その人に近づくことはできても超えようとなった今度は自分のオリジナルが必要になるんですけどそれはまた別で話します自分の武器がなかったら自分が目標としている人間は超えられないのでそれは企業でも一緒です自分が会社やっててあの企業を抜きたいと思ったら まあその企業が何で儲かってるのか何で成功してるのか何でそんなに売り上げがあるのかの分析から始まってじゃあ裏はどうなってんだを調べてそれと同じことをしたらその企業よりちょっと下まではいけるかいうよくてその企業と同じレベルまではいけるけど超えようと思ったらその企業がやってないオリジナルなことをしなきゃいけないんで。 まあそ,こまで、ね、そのオリジナルなことっていうのはまたそれも別で語りますけどとにかく今日言いたいことは全ての仕事でも YouTube でも、まあ、X でもインスタでも趣味でも何でもいいんですけどレースでも勝ちたい成功したい人より上に行きたいんだったらその成功してる人なりチームなり チャンネルなり、アカウントなり、企業なり、サービスなりの裏を必死に調べて知って分析して自分はどうやるか。で、その決めたことを日々実践していける人が結果を残せる人になるので、 まあ僕もねいろいろもう昔から学生の面倒を見たりプロデュースとかしててもあの裏をね見ない人ばかりで表ばっか真似しててで途中で諦めて小さくまとまって終わるっていう人だらけなんですけどまあだから僕もね表向き落ちぶれた派手な 偉そうなジジイをやってますすけどチチャラチャララもししてますしカッコ派手だし、まあただ裏で何やってるか見せないんで唯一見てるのがうちのお妻さんとただお妻さんとは生活時間帯が違うのでお妻さんは医療従事者なのでなので今一番僕の裏を見てる人はみやびなんですけど前も動画で何回も言ってますが。 みやびは僕の裏を見るようになってあここまでしなきゃこうなれないんだったらもうそこそこで私はいいって途中から言い出したんでそのぐらいで僕は日々ストイックにやってるしもう本当に遊んでません外出も10日に1回ぐらいしかしないしあとはもうずっと 自分がやりたいことで成功するために必要なことしかやってないです。それ以外のことはしないです。なので、まあ、関係ないことをやってリフレッシュしたいとか、遊びたいとか、まあ、そういうのもないので、未だに、社会に出てからずっと、もう社会に出てから30年以上経ちますけど、 経営まあないんでねそういうのが。まあそれを見てた人はこんなにやんなきゃいけないんだったら嫌だってなると思います普通は。だってみんな遊びたいからとかお金持ちになって遊びたいからって言って成功を目指してると思うので。 そりゃ遊べないんだったらそこまでしてやりたくないわってなる人が普通なので、で、僕らはそうじゃないから、人と違う生活できてるし、もう考え方が違うのし、違うし、生き方も違うし、もうやってることが遊びと一緒なんで何回も言ってますけど、なんかね、その辺がやっぱ根本的に違うので、なので、まあ、 羨んだり目標にしたり憧れたりするのは自由なんですけどその人が裏でだからあれですね昔からよく白鳥に例えられますけど水から上は優雅にしてるけど水の下は必死に足で水かいてますよっていうのと一緒で水面の下を見えないところを見える人になんないと無理なのでまああとはね話ちょっと外しときますけどわざと。僕は 太ってる人とは仕事しない主義なので、昔からも経営者になった時からそうです。病気以外の理由で太ってる人とは仕事しない主義なんですね。もうこれはもうずっと20代から公言してます。えー、ブログ時代はブログでもずっと言ってるし、SNS ができたら SNS でも Twitter でも今 X ですけど、ずっと言い続け定期的に言い続けてますけど、なぜかというと。 まあ自己管理がででできなないい人だかからですすね。ね。アンドストイックじゃないかです、ね、僕はストイックな人としか仕事したくないので自分に甘い人とは仕事したくないし自己管理できない人とも仕事したくないので、えー、それはもう食事面に出てきて自分に甘い人は食事が、ね、だらしないんで太っていくし痩せようという努力もしないし体型を維持しようという努力もしない人だと思ってるので。 イコール仕事もしたくないって僕は思うので、しないですね。ここは一貫してますね。昔から。あとは何ですかね。まあ、まあ、僕は常に自分基準にしてるので、僕と同じ基準じゃなかったら対等に仕事したくないなっていうのはあるので、 そうじゃない人の場合は僕はある程度力抜いて5割だったり6割だったり7割の力で一緒に仕事するようにしてます。なので僕のストレスは最大のストレスは自分の力を100%発揮して一緒に仕事できる相手がいないっていうのが昔からのもうストレスですね。スピードに関してもまあ今ね一緒にやってる人たちとかからも早すぎる。 っててて言われててそれでも僕ね7割ぐらいに抑えてるんですけど本気で100パーのスピード出したら誰もついてこれなかった気がついたら後ろ向いたら誰もいない状況を20代から経験してるんでもう本気ででやるるときは一人ってて決めてるんですよねだから本当に30年会社も経営してるけど僕の本気のスピードについてこれる人はいなかったので一人も。 なのでそれは僕のもう30年間の悩みだし仕事をする上でのストレス自分の力をセーブして相手に合わせなきゃいけないっていうのはほんとストレスなんでそういう苦しみにも耐えて仕事ってチームでやるんで山登りと一緒で一番登るのが遅い人に合わせなかったらその人遭難してしまうので力セーブしなきゃいけないんで。 まあそういうねストレスという裏もずっと30年間抱えているという話もしておいてまあとにかくね今日多分これ2本目なんで短くしておきますけど、えー、仕事にしても企業にしても YouTube にしてもインスタにしても X にしても人にしてもスポーツにしても何にしても 自分がそうなりたいとそういう企業にしたいとかそういう人になりたいとかこうなりたいっていう目標があったらその目標のとしてる企業なり人なりものなりチャンネルでも何でもいいですけど裏を見れる人にでそれを実行できる人になっていけばおのずと 成功がが勝手に転がり込んでくると、まあ、最後ね運っていうのがあるんですけど運を引き寄せるのも日々の努力なのでと僕は思ってるので30年の経験上何にもしてなかったら運なんて来ないんで宝くじも買わなきゃ当たらないのでだから何回も言ってますけど打席に立たなきゃホームラン打てないんでヒットも打てないしアウトにもなんないし三振もできないし立ってなかったら何もしてないんでなので。 何もせずにいいことが起きることは絶対にないので、えー、まあとにかく皆さん動いて景色を変えましょうっていう感じでございます。とにかく今日は裏を見ましょうというお話でございました。というわけでまた。